ここからは言えば言うほどです。わーわー、お腹の底からわー。 A さんもこんな時に使われたくないと思うかも分かりません。 A 六輔さん、はい、若い季節、はい、ところが、うんうん、私土曜日東京におりましたけども、はい、A さんの番組聞いてました、いつまでは、はいはい、ラジオ。そしたらいきなりラッキー池田さん呼ぶ時にラッキー池田やってくれって A さん真似してました A さんが真似してました A さん真似してました富山さんなんか A さん元気ですね今日はだからこれ使ってもいいと思ってます私は。そうでしょうね、断りません、はい、お腹の底からワーオーと叫ぶ人、ね、はい。山田区木材よいしょさん、 A69 助さん、サッカー小僧さんからもいただいておりますけれども、お子様劇場の野々村健義ですけれども、インターネットにこんなのが載ってました。2013年9月2日、兵庫県豊岡市の城崎温泉に日帰りに出張したことになっているんですが、その日は大雨で始発から夕方6時過ぎまで特急電車が運休していたそうです。200件以上の浸水被害が出た日に夕方から日帰り出張しますかね。またこんな日は忘れられませんよね。うまく議会や委員会の会議の日は避けたのにね。これは見事に避けてました、うんうん、いわゆるその兵庫県議会がある、はい、兵庫県議会の最中に、うん、あのね、出張行ってたということになれば、うん、これはまた整合性あります。欠席したなとかね、はいはい、あの書類上いい悪い別ですよ、うん、だけども全部議会は出てるんです、うん、で空いたところを全部城崎やら東京やら博多やらということになってる、うん、ある番組が言ってました。めちゃめちゃ過密ですね、休憩するとこありませんね、うん、というこれはもう、ね、はい、いろんなところでそういう分析をしてますけど、はい、だからこれ完全にこの日は動いてないのに列車が城崎まで行ったことになるというのが細かく分析すると、はい、だいたいあれでもおかしいですよ、うん、パッと見ただけでもおかしいけれどもね、東京福岡、はい、東京福岡そんな移動の仕方せんやろうと、うん、ね、あの時も言いました。僕らのような商売なら福岡で生番組やってる、東京で生番組が来る日がある、そしてまた次の日は福岡でやるというようなタレントさんならばわからんでもない、はい、だけどそうやなかったら、なんかここでそんなに来るんやったら週の前半は福岡にして後半は東京にしてとまとめられるはずですよね、はい、はい、だからもうね、竿の先温泉、木の先ね、木の先、はい、この方からもいただいておりますが、夜の報道番組では実証していたんですが、ある日の政務活動報告書では、向川団地駅から大阪の金券ショップで数万円の切手を購入、その後神戸市内の金券ショップに移動して同じく数万円分の切手を購入、そして、ご丁寧にも向川団地駅から私鉄 JR の、私鉄 JR と特急を乗り継いで城崎温泉へ行ってました。僕これも見てました、うん、まず城崎行く前に金券ショップ向川行ったりとかね、あの神戸行ったりとか、うん、そこを繰り返してそれから城崎行くんです。そうするとどうなるかというと、あのその日城崎日帰りですから、うん、向こうにね1時間半ぐらいしかおれんのです、うん、はい、どうね、小高さんならね、城崎温泉使って、うん、ああ湯だな何万ダブスと言ってる、ゆったりする時間がないはい、それ政治に活動もないけどね、それはね、政治活動でもない、それ自体やったとしてもだ、はい、うん、ここで1時間半お風呂入ったとしても政治活動やってないことになるし、はい、何ができるんやいうことですね。正座する神戸、南京町の華僑の、陳閣さんからいただいておりますけれども、こうなりますと詐欺の疑いで刑事事件にさえ発展しかねませんですよねとね、うん、あのいろんな問題含めて、あの謎の会計もなんかびっくりですけど、うん、あのそのちょっと調べたら行ってないってことで、この野々村県議が行ってないかもしれないってことも問題ですけど、うん、こうやってちょっとあれって普通はどう見てもあれって思うわけですよ、うん、あれって思ってちょっと調べただけでこんだけボロボロ矛盾点が出てくるわけでしょ、うんうん、でこのあのもともと税金出るところのなんだっけ、政務活動費だっけ、うん、であのそんなに入って渡しちゃえるものなんですか、何にも調べなかったの、うん、その渡す方の側はそれも含めて、うん、僕はこのおっさんは一つのいいことをしたと思ってます、はい、明るみに出た、うん、ダーダーのそんな状況がまかり通る
現状ですかということですね。これをきっかけにいろんな他の県 の、はい、あの県議さんとか、まあ、兵庫県は少なくともこんな風やったんですよね。はい、まあ後では問題になりますけども、はい、いろんなところのいろんなそういう、まあ、それに準ずるようなもののこのお金の使い方みたいなのもいろんなあの議員さんたちがちょっと問題になってますよね。うんうん、で、あらゆるところにその状況全部違いますけど、うん、ちょっとこれどうなのみたいなところが、はい、こんなにあるのっていう、それは僕は彼の業績、功績だと、まあ、明るみにしたという功績だと思いますよ、はい、ね、坪井さんじゃないんですから、どんだけ金券ショップが好きなんですか、いろいろ買いあっち行ってこっち行って、はい、ねえ、ということで金この方の没王さんなんかもね、なんかね、1週間金券ショップで1週間連続で2万から3万円分買って切手を、16日にわたって39万7千円分の切手を買ったそうです。でもこれらは嘘だと思いますよ、生活費とか遊びに使ったんではないでしょうかね、ということですが、あの私も金券ショップもね、あの後に出てきますが、坪井さん金券ショップの王者としてはどうですねということですけど、例えば切手はですね、うん、あの普通で買うより安いですから買えますけども、うん、まあ、例えばね、こんだけ買う切手ってそんなないです、うん、まあ、例え買ったとしても僕なんかは割とバーンと郵便局なんかでも、はい、あの切手やらはがきを大量に買ったりします、うん、で大量に買うとしばらく買わんでいいんですよね、うん、でも私この間買いました、うん、何を買ったかって郵便料金値上げになったんで、うん、2円切手が必要になってきました。はいはい、80円の今までの切手だったら82円で払わないかん、はい、50円のハガキには2円切手払わないかんということで、うん、今まで大量に買ってた私は2円切手がいるなと、はい、そう、大量にストックした分2円切手も大量に、はい、大量に買った。で私ね、バーンと買いましたよ、100枚、200円2円切ってからね200円だから大量に買ってもいいんですよ、はいはいはい、こういうものを大量に買えばこっちの2円切手の分も大量に買わないか、うんうん、200円まあ200円や、はい、ね、うん、1000枚買ってもいくらや、2000円やね、大量に買えますよ、買えますけども、はい、金額的にはそんなもんやわ、うんうん、そう連続してはいけませんでしょう。それこそ木の先に何回も行ったということであれば、木の先の人が、あの人はよく見かけますよということであると思いますし、うん、この方も有権者の、いわゆる支持者の方がたくさんいらっしゃいます。うん、しょっちゅう来るね、ということがあるかどうか、いっぺん聞いてみたらいいです。うん、この支持団体とかなんかの、ね、はがきやらなんかそんな来ますかって聞いたらいいんですよ。うんうん、で、この人やったら、39万7千円分私はちゃんと使ってます。この場を借りて呼びかけたいと思います。私の支持者の皆さん、私が送ったというハガキ、一遍私の事務所まで持ってきてください。今私ピンチですから。その山を見て、私、間違ってないでしょ！ああ、そうや、結局、結局叫ぶんですか？そうそう、叫ぶ。叫ぶ。と言って、この山を僕やったら見せますよ。はい、僕出してますって。39万7千円、うん。ね、全部ハガキやら、封筒やら、なんか送ったらこうなりますよって。うん、僕なら言います。支持者に呼びかけます。まあ、支持者も、ピンチや、先生がピンチやからって来るはずですよ。まあ、あれでしょう。だから、結局言う、そう言って言える理由がないから叫んじゃったんでしょ。はい。はい、ちょっと待って、フラワーズゴムさん、切手代176万円の報告書っていうのもあるでもさ、39万円の、あれを、ちょっと私、ある部分のお便りを読んでましたが、合計するとそんなにいくか。ね、だからあれですよ、ね、こういうことをして、うん、その今最初にはその木の先云々の生活調査費だけじゃなくて、他のいろんなお金の使い方だって、うん、ここ一個だけがこんだけずさんで、あとはすごい潔癖ですっていうのもちょっと考えにくいので、うん、他のところをいろいろ見たら、他のところもいろいろずさんなところって出てくるんじゃないですか。そういうことでしょうね、うん、ですけれども、まあ、大絶景バカ満点さん、これ各国でいろんな外国で評判になりました、はい、フルスロットルで、ね、はい、しかし、うん、まあだから他みんな、イギリスとかアメリカとか、はい、どうやつやとかね言ってました、うん、中国ではフルスロットル野々村に対して大した批判はないそうです。なぜならば中国の役人ならさっきの切手代が100何万とか、うん、そんなもんじゃない、1億だなんだかんだというようなお金が動くもんですから、うん、中国では大した話題にはならなかった。あ、そうなんですか。この方は中国から立候補したらよかったよね。いやそんなちょっと兵庫県からではいかん。アリア社長さんからもいただいております。先ほどテレビで野々村議員の大泣き T シャツというのが発売されたとやっておりましたということですがね、はい、笑ってるうちはいいんですが、さっきの話です、うん、我々の税金がどんな風に議員さんたちは使っているのか
かというところを、はいはい、もう一遍考えさせてくれたというのは野々村さん、ありがとうございます。いやいや、もう本当に私はまあお礼は言わないかな。お礼は言わんでもいいですもん。いいですか。なんとかはちゃんと答えてくださいよ、本当にね。はい、それについては全然応ずる気配はないないらしいですけど、でも説明責任は絶対あるぞということで、はい、こういうふうに使ったいのを聞いてみたいですよね、うん、で1時間半で木の先何やってきたんですかっていうようなことですよね、はい、ね、はい、ぜひぜひ聞いてみたいなと思っております。